はい、三人称と武者です。ぺちゃんこです。セットです。よろしくお願いします。お願いします。2024年4月23日雑談第491回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube 三人称チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はい、よろしくお願いします。先週ちょっと一週お休みいただきの今週でございまして、うん、まあ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 、まだ4月は残ってるね。来週4月はまだ残っております。残っておりますよ、うん、そうだね、ギリギリですけどね。はい、なんか来週が30日で、そうね、ギリギリ4月末と、そうです、なる感じでございますか。そうですね。どうですか、どうなんですか、みんな新生活大丈夫かね。このあとそろそろ5月病が来るわけでしょ。5月病、まあゴールデンウィーク大型連休入って、あ、そうか、うん、で開けて行きたくねえ、行きたくねえの5月するんじゃない多分。なんかちょっと休み入れると今回は何10連休ぐらいできるっけ。10行くかな、10行けるはず。ああ、大丈夫っす。いつからゴールデンウィークなんですか。27からから始めちゃって、始めちゃう人は始めちゃって、そうだね。あー、確かに6日まで行くから結構いけるんですね。うん、10日間はいけるのかな、うん、そうだね。30、31さえ休みが取れる、6日まで行けるわ。うわ、すごいね。これ行ったら帰ってこない、これ気をつけないとダメだよ。俺帰ってこないね。これ帰ってこないね。これは帰ってこないね。なかなかだな。会食代行続出じゃない？うん、これも代行ね。このゴールデンウィーク。確かにな。いやー、やっぱ皆さん出かけるんですかね、ゴールデンウィークは。まだいいか、ゴールデンウィークの話は。まあ、まだね、来週もできる。来週でも、来週は最中か。最中。まあ来週の方がいいか。来週話そうか。そうしよう。話すことはないけどな。別にゴールデンウィークじゃない。うちらはね、出かけないからね、基本。何の話題もないじゃん。まあそうね。だから話すことないんだけどね。そこで連休が取れるとかじゃないからな。そうなんだよ。まあね。この、こういうことやり始めてから、もう連休とか、関係ねえからな。なんかあんま概念なくなっちゃったよね。本当にないですよ。概念が、うん、コメントで知るぐらい。うん。あ、そうなんだ。祝日ね。そうだよね。たまに曜日感覚狂うもんな。そうだ。まあ皆さん休めるときにはね、休んだ方がいいと。そうだね。はい。ここ最近の調子はどうですか。最近調子どうですか。まあ我々はあれですか。ラストですか。ちょっとゆっくりできてるって感じかな。やってましたね。ラストやってて終わってだね。まあまあ。うんうんうん、ゆっくりしてるかな、うん、今はそうだね、うん、まあ珍しく長時間の放送とかもしちゃ毎日しちゃったから。あ、2人は結構やってましたね。俺結構時間ある程度決めてやってたんだけど、うん、そうね、10時間超えたの久しぶりだったな。はい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 。俺は配信自体で10時間超えたの初めてじゃない。あ、でも自分でやってて、おー、多分。あ、そうか、前回のラストはペイさんやってなかったもんね。そう、俺やってなくて今回が初めて、こういう集まりで何配信、自分の配信でやるの初めてだったから、うんうんうん、そうね、確かに確かに初めてだと思う。いや、まあまあでもやっぱ面白かった。まあ疲れたっていうのはあったけど、うんうん、まあ、うん、面白かったかな、トータルで。そうだね、うん、そうね、まあそうね、面白かったかな。うん、いろんな出会いもやっぱりね、うん、あったし、うんうんうん、なんかドンさん経由でしかあの、うんうん、見たことがなかった人と、うん、もうまああの三人称を知ってたり、知ってくれてたりしてるから、うんうんうん、その分やっぱなんかその始まりが楽でさ、うんうんうん、あ、どうもどうもみたいな感じで、うんうん、でなんか向こうもちょっとあーなるほど三人称のなんかなみたいなので分かってくれてる分、なんかちょっとあ、どうも初めまして、はい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 、なので結構話しやすかったかなっていう感じ。なるほど。そうそう、だからそれなら良かったですね。
秋色瀬さんとかも、うんうんうん、変なタイミングで会っちゃったんだけど、長谷新さんをさ隠し撮りしてる時に会っちゃって隠れてるとか、うん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 、でも全然ああこの人あれだと思って、あどうもどうもみたいなんで普通に喋れたりしたから、いや すげえよかった。なるほど、うんうん、結構喋れましたかいろんな人と。そうだね、まあ喋れたのかな、うんうん、でも、まあ、でも今回のはちょっとチーム色の方が強かったから、うん、ゲーム性、そうだね、まあ、そうだね、ゲーム性がね、うん、かなりチーム寄りというか、うん、だから他のチームの人とそんなに交流を持つっていうタイミングなかったな、うん、そうだね、それは例えばディスコ行っちゃってディスコで話すみたいな、うん、なんか増えていってたから、まあまあまあ、その分そのチームの人とよく話せたかなって感じ。確かに確かに、チームではだいぶ仲良くなった感じはあったね、うんうん、そうだね、はじめましての人ともね、トータル最終的にはすげえ普通に喋れてる感じだったから、うん、まあ、うん、よかったっす。まあよく言えばね、やっぱいろんな、もうちょいいろんな人、うん、個人的にはやっぱ釈迦さんとかでも喋りたかったなっていうのはあったりはしたけど、もう合わないかね、うん、その別チームでもボス周回するチームっていうのはもうボスのところにしかいないから、そうなんだよね、それがだから結構分かれちゃってるのがちょっと、まあ、まあしょうがないんだけど、そういうゲーム性でやった、うん、そうそうそう、もうちょっとなんかね、いや最初要素とかもあって、そうなんだよね、だ最終日に俺散歩して、うん、で家に訪問させてもらったんですよ、うんうん、あいろんな人のいろんな人の家、うん、でも結局全部は行けなくて近場のところしか行けなかったんだけど、はいはいはい、そこでだから初めて話す人もいればみたいなことが、うん、そういう風にやっていかないとその交流ができなかったから、そうだね、うん、まあ、まあ今回のラストはああいう感じっていうことなんだろうな、そうだね、まあ理解かな。でもやっぱおもろかったわ、そのオタク訪問、その個性がめっちゃ出ててそれぞれで、どういう家だったよな。そう、なんか普通におしゃれに作る家もあれば、もうあの戦闘重視に考えている効率化がしっかりされてる家もあったりとか、なかなかこだわりポイントとかね。チームでね、多分カラー出てるんだろうね。そうだね。すげえ面白かった。でなんか物もらえちゃったりしてさ。ああこれ普通か、まあ最終日だしな、そうね、そう2日前ぐらいからちょっとやっとけばよかったと思って最終日のちょっと前らへんから、ああ俺全部回ったらいろいろもらえたんじゃないかと思ってちょっと後悔しましたけど、移住とかもらったりねえ、いやでも濃かったね、メンツが濃かったわ今回、まあ、ちょっと今回ねおっさんが珍しく集まったというか、ああそうね、濃かったね、確かに濃かったたね、その中でもね、本当トウコちゃんとかね、本当女性一人でしたから、そうだね、言い間違いから始まったんだもんな、なんか言い間違い、トウコちゃんなんか最初にさ、うんうん、食べ物かなんかってどうするんですかみたいな話をさ、うんうん、多分俺とドンさんと乾殿が最初に集まってる時に、うん、なんか横から来てさ、うん、それでなんか俺らに聞いてきて、なんかその辺のそう道に落ちてるっぽいっすよみたいな、うん、それでなんか多分探してきますみたいなのでいなくなろうとしてたっぽいんだけど、なんか探していきましょうみたいな感じでさ言ってたね、探していきましょ う、ああうちらもなんだねみたいな、そういうことだね、そこでなんかパーティー感みたいな、そうそう、あ感じになる、じゃあ行きますかみたいな感じで、そこ でちょっと経ってからチームあどうすかみたいな誘いをして、そうそうで入ってくれてみたいな、うん、でその後鉄道さんが来てって感じだった、あの声がまだ、うんなんかそうそうダメだったから合流できてなかった、うん、そうそう、ね、そんな感じでね、ほんとたまたまだったね、あれもね、たまたまだったね、うん、あとメンバーの中のケッツンなんて、ね、多分 YY さんが誘ってくれなかったら出会えなかったんじゃないかなって感じはするかな、ストグラの方なんだよね、もと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 ストグラやってて、で今回ファンタさんに誘われてきたって言ってたから、うん、なるほどなるほど、うん、そうあの辺のと、まあ、仲がいいで交流があるらしくて、ケッツンは初日かなんかに YY さんに何回も会って、うんまあ、そこで本当偶然
なんかこうチームに誘われたみたいな感じだったらしいよ。そう、なんかワイワイさんに俺が人事を任せてたんですよ途中。はいはいはい。そういうことだったの？そう、なんか話しててそのまあボスとか行きたいじゃんって話になった時に、はいはいはい、えじゃあ FPS 上手いやつおらんとダメなんちゃうみたいになって、はいはいはい、え FPS 上手いやついないやろみたいになって、うん、でじゃあ見つけないとねって話になった時に、まあワイワイさん暇そうだったし、なんかいないのみたいな、じゃあその辺任せるから探してきてよつって連れてきたのがケッツンだった。ケッツンだった。あ、うん、そういうこと。FPS 上手い人じゃないんじゃないか。そう、FPS 上手いやつじゃないんやけど、もう違うじゃん。まあ野良犬みたいなとか言って、ギャンブルが好きでーとか言って、なるほど。そう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 。はいはいはい、いや。さあケッツもそうだったけどさ、ハセシンさん、うんうんうん、もうさワイワイさんに言われてって俺言われたから、で初めて会った時にワイワイさんになんか同じチームなんか入ってとか言われたんですけどって言われたから、あワイワイさんいろいろ誘ってんなって思ったんだけど、そういうことだったの。そうそういうこと頼んだんだよね、はいはい、なるほどなるほど、声かけてくれっつって。いやでもそもそもワイワイさんもさ今までなんかあんまこうチームで動いてるイメージなかったのよ。一人で道歩いてたりしていろんなところにチャチャ入れて、うん、ああまあそうだね、そう、それで珍しいっつって、うん、満足して終わりみたいなイメージだったから、うん、そうだから誘ってほんとよかったなと思ってね。でてっきりてか最初、うん、ワイワイさんチーム誘ってチーム入ってくれて、うんうん、でちょっとなんかいろいろやってたら、うん、ワイワイさんチームから抜けてたのよ。気づいたら抜けてたね、うん、でそれ見た時にあやっぱワイワイさん一人で行動したいよなっていうのがちょっとやっぱよぎって、そうそう、 俺もそう思った。でああまあじゃあ、まあ、一人でやるか他誘われたんかなとか思ってたら、うん、間違えて抜けちゃっただけって話で、で、ね、いやちょっともう一回誘ってくれって言ってくれてさ、うん、よかったと思ってね、意外と、うん、あ一緒にね一緒にやってくれるんだみたいなね。うん、嬉しかったね。ワイワイさん的にはガチすぎないみたいなところが良かったみたいな。ああ、そうなんだ。やっぱワイワイさんもさ、まあ、うちらもそうなんだけど、ワイワイさんもちょっとふざけて足を引っ張るタイプじゃん。どちらかというと。だから完全ボス攻略とかになっちゃうと、結構その失敗することによってこうなんかやいや言われちゃう側の人間だから。うちらみたいなのはこうなんか。賑やかしみたいなのがいるからまあやりやすかったっていうのかな、ね、同じ感覚だもんね、多分土俵が同じだから、まあだね、なんか本当にガチでやれって言われりゃやりますしみたいなんだけど、基本的にやっぱ死んでもなんか壊しても面白いきゃいいみたいな感じじゃん俺らは。そうだね。でもその辺があって、あとまあ逆にそのハセシンさんとか RPR さんとか、うん、がいてくれたことでなんかちょっとこうボスも抜けてる、ね、そうだね、バランス取れてたよねなんかね。ねすごいバランス良かったわ。RP さんとかに逆に、うん、大丈夫かなみたいなちょっと不安に最初思っちゃったけどね。そうそうそう、うん、めっちゃボス行きたがってたからさ、いやうちら足引っ張りそうだなみたいな、そう大丈夫かなと思ってたけど、うちら弱いけど平気って言ったら全然大丈夫って一人じゃ限界だって よかった本当に。うん、いやでもそれびっくりしたな本当。ドンさんがだからさ、うん、まあ1時2時とかに落ちてさ、うん、その後もだから RP が行こう行こう行こうみたいになってそれでだって5時6時とかだったもんね。そうなんだよ、なんかね RP が行こう行こうって言い出して、うんうん、でなんかワイワイさんとか、まあ、俺もそうなんだけど、まあ行けるけどねみたいな、本当は落ちたいんだけど、はい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 、別に行けないなんてことないよねみたいな感じで一生生き続けるみたいなのがね、なかなか体力的には翌日めっちゃ辛かったわ、ね、まあそうだろうな、うん、なんかおかしくなっちゃった。10時間やった後、ま、翌日も10時間やって、そうそう、その次ぐらいになんかちょっと変調を起きたしてた体に。そうだよな、そう、ね、今回はだいぶセーブしたな俺は。いや、まあ自分自身もそうだし家のこともまああるしで、まあまあまあね、ちょっと控えとこうかなと思って、まあ、また違う、ね、うん、時期になれば大丈夫だと思うんだけど、うん、それぞれあるからねタイミングとかもあるし、うん、今度はもうちょっとやりたいなと思うけどね。まあでもせっかくラストなんだからなんかレイドとかそういうのもちょっとやってみたいなみたいなところ、あ、そっちね、あるんだけどね、初期のやつだよね、まあ、そうね、
なかなかでもバランスむずいんだろうなっていう。レイドとかになっちゃうとやっぱしやってる人知ってる人と知らない人との差がえぐいからさ、あのゲーム。あー、まあどうなんだろうなっていうところもありつつ、まあまあ楽しい時間を過ごせましたね。いやーそうね、楽しい時間過ごせました。1週間ちょい。そうですね、まあ、なかなかないっすからね。なか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 ないだって1年ニューテラスも1年ぶりだもんね。1年ぶりらしいね。うん、まあどうなる、次どうなるのかよう分からんけど。そうだね。いや次は最初にうちらが参加した方にあったリサイクラーを復活させてほしいなと思ってて。あれがやっぱ楽しいよね。そう楽しいのよ。そうね。あれがさ、なんかさ、ちょっと喫煙所感覚になる。あ、そう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 。本当に喫煙所なのよあれマジで。あそこで会う人いるじゃん。そうなのそうなの。なんか壊しに来てさ、なんかどうも、あ、どうもどうもみたいなね。喫煙所。あそこで小話ができるのがすごくいいんだよね。醍醐味なんだよな、うん、リサイクラーで潰してる時間みたいな。あそこでようやく挨拶できることとかあるから、うん、で今回その挨拶がまず発生しにくいかったんだよね。そうなんだね。そもそもみんなどっか向かっちゃってるとか、チームでになっちゃってるからね、うん、みんなディスコ繋いじゃってとかって状態だったから、うん、うん、そうなんですよ。まあなんかね、また別のルールとかで、まあきっとそうでしょう。前回と今回だって全然違うし、そうだね、うん、今回とまた一緒っていう感じには多分なんない。どうなるかちょっと分かんないけどね。まあまあ分かんない、そもそもラストがいつやったか、まあ分かんないしね。ですね。まあまあ、また1年後かもね多分。まあまあまあ、そんなにこう頻繁にやるもんでもない。うん、まあ他のゲームやってるイメージだな。なんかアークとか GTA とかね。そうだね、そうね、まあまあ1年通して、うん、感じでしたかね。来週ってか今週、来週、はい、エボじゃないですか。あ、そうですね。エボジャパン、今週末ですか。末、今週末、エボジャパンさんが行っちゃうとするということで、そのためになんか今日、うん、ゼタさんが、ゼータ様が、ゼータディビジョンがね、ゼータディビジョン様がチームね、うん、プロチームが交流会みたいな感じなの。あれそう、スタシックスエボ前練習会みたいなのを開催してくださって、うん、完全招待制で、で、あそこにいる人はじゃあエボに出るよっていう人、そうだね、基本的にはそうだと思うかな、うんうん、なんかチラッと見たけどいっぱいいろんな人いてね。それこそプロもいっぱいいたし、もう普通にいっぱいいたし、やっぱプロの方々もありがたいみたいで、そうなんだい。普段やってる環境がみんな PC でやってて、そうだよね、うん、大体は。でエボジャパンは全部PS5 で行われるから、はいはい、はい、やっぱりちょっと普段とは感じが違う、感覚が。PS5 でやる理由っていうのはなんかあんのかな、うん、なんかあるのかね、多分そうじゃないかな、全世界的にスペックが同じでなるようにみたいな、そういうことなのかな、なのかもね、かなんかあるんだと思うんだけど、まあ、コスト的にも結局のところね、うん、あれを PC 用意するよりってことなんじゃないかな、うん、なるほどね、5、6万だし、まあ、そうか、 PC1 台あってモニターまあ2つあって、まあ、ワンチャンソニーが、ワンチャンソニーがとかっていう可能性もあるよね。エボジャパン自体が確かソニーだいぶ関わってて、じゃあそうなんだ、そうだったと思う、間違いなくそれですね、うん、それだ、てかソニー主催か、主催がもう完全ソニーなの、そもそもソニー主催か、じゃあそしたらじゃあまあまあ間違いなく、まあでも公平性も保てるし、海外環境もね同じ環境で作れるし、回線の差とかもまあない。まあ言ったらね、コンシューマーゲーム結局安定してるしね。うん、パソコンだとまだちょっと安定してないけど、プレステだったら安定してるみたいな結構今もあったりはするから。そうだね。PC だとのはなんかね落ちちゃってとかもあるけど、まあコンシューマーだと起こりにくいから基本的にはね。ただまあやっぱりあれでしょ、その PC 環境と PS5 環境っていうのはやっぱどうしても若干の差が出ちゃう、うん、どうしてもやっぱ出ちゃうみたいだね、ラグ関係とかね。どうなの実際、ドンさん今日触ってみて。いや最初はね、うん、重く感じた、その動作が、うん、自分が打ち込んだものがちょっと遅れて反映されるみたいな感じか、うん、そうだね、ラグがある。だから最初全然コンボをミスりまくってて、あやべえこれ、今度そのガイルが結構そのコンボをミスった時、うん、サマーソルトっていうのをまあ打つんですけど、コンボでよく、
はいはいはい、そのサマーソルトっていうのが打った後の隙がかなりでかくて、うんうんうん、だそのミスが結構連発しちゃってっていうのは、自分と狙ったタイミングで出ないから遅れちゃうとかガードされちゃうとかそういうこと、そう、はいはい、あれっていうのがあったんだけど、やっぱあるんだ。そうでもね、ちょっとやってたら慣れてきて、うん、その環境に、はいはいはい、あ、うん、まあ、なんか FPS でこう回線悪い時も なんとなく慣れてくるみたいな、あ、そうそうそう、マジでその感覚、こんなもんだろうみたいな、うん、だそれでちょっと、はいはいはい、まあまあいけるかみたいな、ミスはちょっとあるものの、うん、はい、まあいけるかなぐらいにはなってたから、まあそんなに気にならなくなってたかな最終的には。でもいや、こっから逆にその PS5 で慣れてって言った方がいいね。あ、どうするのドンさん、今週もし練習とかする場合。いや、まあ PS5 でワンチャン買っといてもいいのかなと思ったけど、ね、なんかそうは良さそうだよね。逆にまた戻っちゃうと感覚なくなっちゃうもんな。しかもだってあれでしょ、そんなに練習とかってできるのエボって。エボはもうできないからだよ、ね、やっといた方が多分いいって感じだよね。だよね。PS5 でもともとやってる人は全然感じないんじゃないかな。そもそも多分、うん、もちろんそうだ、ラグありきでやってる状態で慣れてるはずだから、うんうんうん、そんな関係ないけど、PC から PS5 やった人は多分違和感最初あると思う、はい、プラス緊張とかも乗っかってくるから、はいはい、そうだよね、うん、余計に多分感覚ずれると思うな。しかもあれでしょ、エボってさ、その聞いた話によると自分でスケジュール管理しなきゃいけないんでしょ。そうなんです。何時にここに行くみたいなね。大会だとじゃあ次どうぞみたいな呼び込みがあって、うん、なんならドンピシャーみたいな言われて戦うせーので戦うけど、そういうんじゃなくても自分で自分この時間にここ行かなみたいな、なんでしょ、自分でトーナメント表とかちゃんと見て、うん、で多分その対戦台のところに番号が振ってあって、うん、その番号に自分で行かなきゃいけないんだよね、はいはい、受付そこにね、あのボード持った人がいて、うん、その人にあのドンピシャですみたいな感じで言ってさ、うん、とかになるんでしょ。そうだと思います。なるほどね。いや緊張、それが緊張しそうだな、合ってるかなと。そう、うん、で、で今回、うん、そのプレイヤーと、てか前回もそうだったのかな、プレイヤーとその観戦する、うん、観戦のみの方エボの、まあ、観覧車みたいな、うん、そうエボ見に来た人ってこと、うんうん、はんはんはん、有明 あのでかい会場でやるんですけど、有明アリーナ、もう一個のところかな、うん、あ、もう一個のところなんか、あ、はははあるね、なんかあるね、そう、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、有明のやつな、そう、でかいとこでやるんだけど、それ全部一緒なのね、その席が、観戦者の席があるとこじゃなくて、多分もう全部一緒、ごちゃごちゃっている中で試合やってるところもあれば、うん、そう、それを見てる人たちもいると、おそらくそう で今回からどうなるか分かんないんだけど、基本的には多分柵とかないっぽいの、はい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 、はい、だから結構ごった返しの中移動もしなきゃいけない可能性があって。なるほど。うん、で先にちょっと言っときたいのが、うん、まあ、もしね僕のことを知ってる方とかがいらっしゃって、うんうん、僕のことを見つけましたってなっても多分、うん、写真とかは難しいかなと思います。まあ、対応はできないよね。それで写真撮って列並んでる間にさ、うん、いやそうなんですよ。出番でしたけどみたいになる可能性があるってことでしょ。ですですだし、多分すごい邪魔になるはず。ああ、他の人の移動に邪魔になるってこと、ね、めちゃめちゃ邪魔になっちゃうはず。だからその辺はちょっとご了承いただけたらなと。まあ、最悪無視する。うん、最悪無視はしないけど最悪ちょっと最悪だから小走りでちょっとごめんぐらいな感じ、うん、ちょっとごめんなさいっていうような状態になるんじゃないかなとは。そうだね。じゃあこれはちょっとあらかじめでも伝えといた方がいいね。そうですね、無視しますんで、ちょっとすみませんと、うん、すみません。逆に言えばだから他の人もそういう感じになるかもしれないね。可能性は高い、すごいよね。それ試合が終わっちゃってもなんかやることないって言ったらひょっとしたらね対応もできるかもしれない。そうだね。それにしたって場所が場所どういう場所になってるか分かんないから。そう、まあやるそのしてくれる人はしてくれるかもしれないけど、俺はちょっとやめとこうかなっていう感じですかね。うん。そうだね。人が群れちゃった変だもんな。そう、万が一ね、他の人に迷惑かかるのが一番良くないもんね。そう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 。やっぱどうしたって多分場所取るようになっちゃうだろうから、それやりだすと、うん、うん、でちょっと群がってるぞみたいになるかもしれないね。え、そう、ちょっと見えないんで。そうか、うん、そんな感じのあれなんだね。そう、
なるほど。こんな感じなんで。多そうだね本当に。あのね、今回マジ多そう。5の時ですらかなりその移動するのが困難だったらしいの。うん、あ、うんうんうん。そうなんだ。で今回6はもう5以上もうはるかに人気になっちゃって、まあ、そもそもやってる人が多い、プレイ人数がね、うん、多いわけだ。なので相当やばいんじゃないかとされていますね。なるほどね。すごいな。ちょっと気になる。マジどういう感じなのかマジで気になる。本当だね。だって、うん、で用意どんでせーのでみんながいっぱい対戦するわけでしょ。そう。うん。だからあれだもんね。どんぐらいの試合数を行われるんだろうね。ドンさんの1試合目を、うん、あの配信で見るとかっていうのはできないんだよね。多分。運でしょ。だから可能性的にあるかもしれないけど。そうそうそう。そこにもし偶然当たってたらまあ見られるけど。うん。まあ基本的にはどっかでやってるっていう。そうだね。だと思うかな。やっぱ灰谷さんと今日ちょっと話したけど、やっぱりその対戦台の周りはまあ人でそのすし詰め状態になってるって言ってたな。うわ、まあ見たい、ね、まあ見たいよね。そう、去年の5ですらそれだったから、その今回6言うてかなりその配信者の方たちエントリーしてるのよ。ストリーマーが多いよね多分ね。そう、それこそドンさんだってそうだし、うん、そうかなりエントリーしてるから、これその人たちを見たい人がいっぱいいると。うん、はあ、やばいことになってそうだなとは思っている。なるほどね。うん、暑そう。あといやそれ、まあ、いやマジ暑いだろうな。くそ暑そう。あ、うん、そうやだなと思っている。なんかトラブルとかももちろん出てくるだろうしさ。そう、それでちょっとこうなんか焦りとか苛立ちとかもまああるだろうし、うん、結構ね、そうなんだよね。そう、プロの方とかともちょっと喋ったけど、うん、その、うん、まあその今回ね、多分こんなにストリーマーの方々が参加するのって初だと思うの。はいはい。チェックスになってね、これは初だと思うから。そうだよね。そもそも格ゲーって別にストリーマーとか配信者実況者はまずそんなに触んないもんだからですね。うん。てかストロック以外はあんま触ってない。そう、触ってなかったはずだから、うん、だからそのエボジャパンの運営さん方も多分対応できてないはずなのね。 それに対してのちょっと分かってないという。そう、未知だもんな。うん、未知だと思うから、だから今回はあれとして、だから今後もし それがやっぱ対応が難しいってなったら、もしかしたらその出るのはあんまやめといた方がいいのかなってちょっと思っちゃった。迷惑になるプラスなんかちょっとトラブルになりかねない。かなりトラブルの元じゃんね。まあそうだね、複雑だよね。うん、それはね、そう、要は人を集めちゃうのが悪い方向に行く場合もまあもちろんあるからね。そうするとその頑張ってるプロの人にまで迷惑が及ぶっていう。やっぱね、なんじゃようわからんみたいな、ね、そうなの、そうなの。プロの方にとってはもう、うん、一番頑張るべきと言ってもいいぐらいの死活問題で、1年で一番要はこう気合を入れて臨む場所な、ね、そうなの、そうなの、まあね、そういう方たちにちょっとご迷惑かかっちゃうとなっていうのもあるし、まあプロの方たちからしたら参加してくれて嬉しいっていうのはあるかもしれないと思うけど、もちろんもちろん人口が増えるってことね、それだけでありがたいね。だからちょっとだその様子を伺いつつ、今後は参加の方は考えようかなと思ってるんですけど、ね、どうなるんだろう、うん、今回のエボは、うん、ちょっとね、このでかいイベントに関してはちょっと参加してみないと分かんないところがあるから ね。登録以外のゲームも同じ会場でやるんだよ。そうなんですよね。鉄拳とか何個あるんだ、ちょっと見てみよう。エボスマブラとかもあんの。じゃ あるんじゃないですか。その何タイトルだっけ、スマブラあんのかな。なんかあの去年 の海外のエボとかだと本当にあの普通にさ、うん、昔のゲームが置いてあってそれで遊べるとかもあるんだよね。筐体がある。エボジャパン、ブラブルバーサス、ああバーサスか、ギルティギア、キングオブファイターズ、スマブラないですね。スマブラはないんだ。キングオブファイターズで、ストリートファイターのサード、な、人気だね。あベスト6、鉄拳8、アンダーナイトインバース、これあれか、あなんだっけ、これあれかフェイトみたいな、違うか、なんだっけ、
俺もよく知らないんだよね、アンダーナイトインバースって、はい、ちょっとよくわかんない、これだけよくわかんない。あほど7タイトル、7タイトルやる、多分スト6だけでエントリーもう何千、うん、4000から6000ぐらいいってんじゃない？エントリーして、ね、もやるよみたいな。いるともいるとも。スケジュール管理さえできれば多分問題ないってやつじゃないかな。サードだからそうか、6やってサードをやるぜ。いるわけでね。相当っすよね。ああ。今回だからあれか、去年までは入場最終日以外は入場無料だったんだ、エントリーも。そう。あ、へえ、そうだったんだ、無料でできたんだ、うん、だからもうね、ふわっと行って見てとかっていうのができてたんだね。まあただ無料だと多分人集めすぎちゃうから有料にしたんだな、うん、おそらくそうだね、今回は、ね、うーん、言うてでも集めすぎちゃうと思うけど、マックス1万2000とか入る会場だから、はい、うん、行くんじゃないですかね、普通に。いや行くだろう、うん、うん、行くと思いますこれ。想像つかないな、どうなる。言って、そう、チケットも売ってないみたいだから。ああ。なかなか、ちょっと想像がつかない、マジで。想像つかんな。マジで想像つかない。うちらがもう最大でゲームショーを想像してるけど。うん。多分、あれ。多分ね、あんなノリだと思うんだよな。ゲームショーぐらいの。イメージはだけどさ、うん、もっとこう、多分ごちゃついてる。してそうだよね。オラついてる感じになるのかな。怖いですね。おもろそうではあるけど、ね、やっぱそこでさ冷静に試合ができるのかな、うん、いや本当にそうだよね。ちょっとめっちゃ近くで見られてるわけでしょ、後ろで。しかも音とかもさ、なんか結構ガチャ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 した中で、うん、ね、集中してできるのかなっていうの、不安です。でいろいろと一瞬じゃん、多分もう本当に一瞬ですよ。え2先2先じゃないですか、木か多分。わあ、誰と当たるかも分かんないんだもんね。全く分かんない。いきなりプロっていう可能性も全然ある。全然ある、全然ある。あ、でも一応ね、トーナメント表は出てるから、その、まあ、名前は分かるっていう感じではあるけど、俺はちなみに知らない人だった。あ、なるほど。で、俺はシードになってて、あ、そうなんだ。2回戦目からなんだけど、あ、そうなんだ。でも、シードって、まあ、強い人が来るから、結局ね、うんうん、1回戦目勝った人が来るからさ。1回目勝った、だから、トノさんにとっては初戦、だけど、向こうは 2回目で、そうなの、そうなの。ちょっとだから、初戦負けたみたいな。そう、俺、温まってない状態でね、ちょっと強い人とやんなきゃいけないっていうのは。温まってる人とやる可能性あるからね。嫌なんだよね。温まりたいな、どちらかというと。うん、そうなんだよね。ああ。だからな。楽しみだな。ちょっとまあどうなるか、どうなるかだ。3、4回勝つとその日の多分もうプールを抜けるっていうような状態になるっぽいね。3、4回か。3、4回勝てばその日は多分終わって2日目、はいはい、その翌日プール抜けた同士が戦うみたいな感じになると思う。はあ。まあ本当運次第かな。強い人が固まってたらきついし、そうだね、うん、同じぐらいのがあったらワンチャンあるしみたいな。でもいろんな人が参加してるから、まあ、どうなるかっていう、まあ、記念でやってくみたいな。うん、全然いると思う、全然いると思う、まあ、なんならドンさんもそっち側、俺も、うん、全然そっち寄りです、うん、なので、まあ、精一杯楽しめたらなとは。コスプレコンテストもあるみたいですから。あ、そうなんですね。そういうイベントもあるんだね。いろいろあるんだね、多分ね。3日間でしょ。うんうんうん、だよね。まあ、ちょっと楽しみだな。1回ぐらいは勝ってほしいな。まあそうだね、そうだね。1回は勝ちたいなと思うんですけど、一応1回は負けれるから、あのルーザーズが、はいはいはい、そうかそうかそうか、ルーザーズがありますんで。負けてもまあそこで終わりじゃない。うん、はあ、いいじゃないですか。ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃうよ。ドキドキ。まあ頑張ろうかなと思います。なや、まあ頑張って。はい、頑張って。27、土曜日からか。27ですね。なるほどね。はい、ちょっとじゃあ、まあお知らせちょっとだけ。はい、はい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 。今まで2回連載してた、ぼっちのエッセイがあるんだけど、はい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 、3期目が、今日から始まりまして、続々みたいな感じで続々
ところに呼ぶっていうのはね、まあいつも通り法務者さんのウェブサイトの HB っていうところで、うん、おりますので、まあこちらもよろしければですね。まあ、前回、はいはい、前々回に比べてちょっと更新頻度、前回前々回は隔週1回だったんだけども、うんうんうん、月1くらいの感じ。ああ、なるほど、うん。ちょっとゆったりになる。ゆったりでやらせてもらうっていう感じですけど、まあまあもうこっちよろしければっていうのと。うん、あと6月にその NHK の青山教室で講義やるよみたいなの、はい、内容をいろいろ考えていこうと思って、うん、まあアンケートなんかをねこの X 取らせてもらってるんだ、うん、なんか募集してましたね。そう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 、あれはまあ全然講義参加しない人でも答えてもらって大丈夫なんで、なんか興味がある方は X 見てもらえればなかな。なるほど、なんかね、もういくつか多分アンケートさせてもらうと思うんだけど、うん、まあまあまあもよろしく、そんな感じですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあテーマいっちゃいましょうか。はい、はい、今週のテーマが、どっち派ということでパヤさんからいただいております。はいはい、まあ、あなたはどっちが好きですかとか、こういう感じのね、うん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 、質問を募集して、答えていこうということ、はい、なるほど。まあ初めにその伝えておくのはどっち派ってどっちだって答えたからといって、じゃあその逆側が好きじゃないのかって言ったらそんなことないよっていうこと、うん、どちらかといえばみたいなの。そうそうそう、結構なんかさ、どっち派って聞いてさ答えた時に、じゃあこっち好きじゃないんだって思われちゃうことね。あるね、0か100かみたいになる。そう、あるね。犬派ですか猫派ですかの質問でさ、うんうん、いや、まあ、まあ猫飼ってるから猫って言うと、なんか犬はそんなにですか。いや、そうそう、俺も犬あそれだと犬犬だけど、猫めちゃくちゃ可愛いって思う。そうなんですよ。そう。派閥だから俺あんま答えの好きじゃないの本来は。派閥とかじゃないんだよねみたいな、別に全部好きだけど。動物全般好きでっていう話よね。そう、うん。そう。あえて。うん。そうだよ。まあでも、まあ、今回は一応そう、どっちがどっちかどっちみたいな感じになってるので、はいはいはい、まあ答えていきますよってことでございます。はい。うんうん。まあ例えば、うん、いや白いメガネさんませんのか。はい、ドンさん、ベサテトさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマどっち派ということですが、ローソンかファミマならどっち派でしょうか。あ、難しいな。まあ、セブンがないのは旅先でセブンがないくてローソンファミマだけなんてこともまああるから。うーん、ね、まあでもローソンファミマなんか感覚ファミマの方が多いから周りにとかもそうだし、まあ世にももちろんそうだし、そうそう、で昔ねやってた AP がファミマになってたりするから、そうだね、はいはいはい、そうそう、なんかやっぱ見るのが多いのがファミマで、ファミマ入ってたまにローソン行ってみるかみたいな感じになっちゃうから、ローソンとファミマがポンポンって並んでたらどっち入る？マジでね、マジで日によるんだよね。そう、昨日入ったから今日こっちになるよ。そうなのよ。マジでね。そのじゃあ、うん、自分の住んでる町にコンビニがないと、うん、ローソンとファミマどっちかだったらどっち来てほしいっていう。はい、なんかファミマなのか。いや、まあファミマなんでかは分かんないこれ。今日ファミマに寄ってしまったからファミマなんだよね。ファミマになってる今。今ファミマになってんの。うん、ファミマかな。いや、これあれなのかな。ローソンの方がちょっと狭い気がするけど、これは俺の近くの狭い。それはイメージなんかローソンの方がちょっと狭い気がする。それはそこの店舗。それはそこの店舗が狭いの。そう。あ、そのビルが狭いだけ。ローソンちょっといろいろありすぎてさ。なんかナチュラルローソンとか、だからなんかローソンはローソンで複雑な気分好きなんですけどね。ローソンはローソンでなんかね、うん、俺が好きなちょっとしょっぱいやつとかがよく売ってるイメージなの。なんか、うんうん、なんだっけ、あの高菜だっけとか、なんかよう分かんない。あとらっきょうとかがなんかいい感じに売ってるところが家の近くにあって、たまにだからそういうのが食べたいなと思って行くときはあるんだけど、うん、なんか無難だったらファミマ。ファミマ、そう、俺ファミマのなんかねタルタルの唐揚げの弁当みたいなのすげえ食ってた気がする。あーあるね。あれ何、3食、米の上に3食、3食とかもあるね、確かにね。あるね、うん、あれをすげえ食ってた気がして、なんか安くてうまかったなってすごい残ってる。
あのね、蒸し鶏とネギの海苔クリームパスタってのがファミマに売ってるんですよ。知らんのない。蒸し鶏とネギの海苔クリームパスタ、俺海苔クリームパスタが結構好きで海苔クリームパスタってあんまりしないね。美味しいんですよ。ファミマにあるのそれ。ファミマにあります。そうなんだ。美味しいんですこれ。まあ、だそれとか、あとお母さん食堂があるでしょ、うん、ファミマあるね。お母さん食堂の、お母さん食堂ファミマだっけ。お母さん食堂、お母さん食堂ファミマだよね。ファミマか。いや、うん、でもなんかさ、一時期さ、いやお母さんにさせんなよみたいな、なんか問題になってましたっけ。なんかあったかも。あったよね。あったかも、あったかも。お母さんってがだけじゃないですけど、うん、そういうことじゃね。今もう、もう違うかもな、うんね、だからもうなんか名前変わってる、名前変わってるかもしんない。なんか炎上してたかもしんない。そう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 。それのちんごちゃんかなんかやってたね。そう、あの揚げソーセージってのがあって、丸いソーセージ、丸いね、が8個ぐらい10個ぐらい入ってるやつ、あのでかいソーセージな。そう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 、あれが結構好きで、あれうめえよな。ああいう気分の時はやっぱファミマ行っちゃうね。はいはい。ローソンだとさ、パンがさ結構なんか糖質とかカロリー書いてあって、制限されてるバージョンみたいなのが置いてあったりするんだよ。ああ糖質カットのやつね。そうありますね。だから気にしてた時はちょっとお世話になった気がするわ。ああ、あとローソンおにぎりうまい。あ、うまいね。おにぎり美味しいんです。ああ、うまいうまい。結構力入ってる気がする、ローソン。うん、むずいな。ローソン、あーでも最近ローソンにさ、そのお母さん食堂みたいな形のやつで、うんうん、あのね、ロールキャベツのやつがあんの。へえ。ちょっとちっちゃめのロールキャベツが3つ入ってるやつなんだけど、うん、あれうまかったな。あー、そうなんだ。そううまかったあれ。だからね、それぞれ美味しいのがあるんだよな。いやもうそう、それはね、そう、まあどちらかといえば今はファミマ気分です。まあまあそうだね、今はファミマ、今はファミマになっちゃうかな。で、ローソンがうちの周りにちょっと多すぎるっていうのも、なんだかんだ、うん、うちもね結構あるんだよね、ローソンは。うちの周りファミマが多いかな。ちょっとまだろ、またローソンかって、うん、やっぱだから本当に住んでる場所によるよね。そうなんだよね、最寄りが何かによってかなり強いと思う、それは。うーん、コンビニって。そうだね。ああ、続きまして、はい、はい、角刈りチュンリーさん、女性の、はい、はい、ドンさん、ペサテトさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマですが、おにぎりの海苔はパリパリ派ですか、しなしな派ですか。ああ、だからコンビニとかじゃなくてってことだよね、お母さんが握ってくれたやつ。ああ、そう、そういうことか。そうすると、え、しなしな、いや、べったりした、べったりくっつく、なんかさ、歯の裏にくっつきそうなぐらいのさ、なんか、うん、しなしなとパリパリの間のなんかタイミングない？あのパリパリなんだけど時間が経つとやっぱしなしなになりそうになってるけど、ちょっと元気がなくなってる感じな、まだちょっと頑張れそうみたいな。俺あの海苔が好きなんだよね。どっちかにしてくれ。ちょっと早弁した時のおにぎりみたいな感じでしょ。そうご飯の熱に当てられてちょっと弱まってるんですよね。だから多分どちらかというとしなしなかも。そうだね、まあ、パリパリではないってことだもんね。うん、しなしなの方がもしかしたらいいかも。またコンビニのおにぎりだって、でも なんかしなしなのやつもあるよ なしなしなの、あのシーチキン、なんだ、ツナマヨ、うん、しなしなのやつ、うん、あれ結局一番好きだ、おにぎりで。いやー、これむずいな、これむずい。お母さんが握ってくれるならパリパリがいい。ああ、すぐ食べれるやつ なるほどね。パリパリがいいな。でもコンビニで買うおにぎりなら、うん、丸っこい方のおにぎりが好きなんだよね。俵みたいなやつな。そう あるよね。うん、あっちの方が好き。なんか欲張りセットみたいなちっちゃいのによくそういうの入ってるわ。ウインナーとか、そう、ああいう卵焼きとかが。そう、おにぎりもシーチキンじゃなくて和風ツナマヨの方。そうマジあれ一番美味しそう。あっちの方が好き。茶色いやつ。そう。でっけハムみたいな乗ってるやつとかもなんかちょっとだけさ、そうちょっとだけこう、うん、なってるもんね。あっちの方がちょっとしなっとしてるよね。スパムおにぎり、ファミマのスパムおにぎりがうまくて。あ、わかる、うまいね、美味しいね。
あれもだからしなしなだもん。しなしなだ。コンビニのバリバリのやつってうまく取り出せねえんだよな。なんか三角形の端っこ絶対切れてたりするんだよ。うん、切れてるね。そう。え、最近でもそう？最近はあんま食べてないけど。あ、本当。あの、そう、なんかミスった時にパラパラ落ちちゃうのも嫌だし。そうだね。ああ、ちゃってなるやつね。しなしなの方が多いかな。しなしなかな。しなしなかな。うん、続きまして焦げたピーマンさんの汗の方。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。ズバリお風呂はシャワーで済ます派ですか、湯船に浸かりたい派です。ああ。これ湯船だな。俺も湯船。まあ、湯船に浸かれるなら浸かりたいかな。うん。そうね。まあ、うん、そうそうね、夏でも湯船がいい、うん、シャワーだけはほぼないね。あ、本当？ほぼない。あ、本当？時間がない時ぐらいかな。俺もそうだし、洗うのがめんどくさい時。そうだね。あ、結局洗うのめんどいからシャワーだけで。そうだ。だから先週は、うん、マジシャワー多かった。ああ。マジ。なるほどね。もう早い、うん、さっさと寝たいし。うんうん、まずだからもう先に入っときたいの。俺も帰ってきたらまずお風呂に、ご飯とかの前にお風呂とか入って家にいたい派だから、うんうんうん、そうだからもうそれでさ、その時はなんか、あ、まあ今日ちょっとゆっくり入ろうかなと思ったらさ、ドン、うん、さんが配信始めてたりして、うんうん、あ、これはゆっくりしてらんねえぞと思って。別にいいのにな。自分のペースでやる。先週はシャワー多かった。でもやっぱ恋しくなる。多めかな。で時々入るのがまあいいかな。あ、基本的にシャワー多めなんだ。シャワー多い。あ、そうなんだ。湯船に浸かりたいけど、俺そんな、うん、俺って早いのよマジで。風呂が。ほう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 。え、風呂早いんだ。早い、もうすっごい早い。風呂も早いんだ。うん。プロも早い。他何が早いんだよ俺。いやいや行くのが早いんだ。ああ。正解。正解なのか。あ、なるほどね。早いのよ。行くの、うん、早いんだ。そっちそっちなんだ、引っ張ってくのは。うん、そう。そっちシャワー。シャワー。なんだよね。シャワー早いってなんだよ。関連があるようなないようなの。俺が聞きてえよ。うん、そう。だから、そうだから、なんかもったいねえなって気分にもちょっとなっちゃうっていうか。うん、ああ。うん。あ、シャワー多めっていう感じになるけど、入れるんだったら、うん、まあ風呂入ってなっていく。そう。なるほどなるほど。30分ぐらい入っちゃうからな。いや、結局無理だ。しんどくなっちゃう。しんどくなっちゃう。しんどくなっちゃう。おお。おもんなくなる瞬間がある。いや、そうしたらマジか。一回湯船から出て、俺あの。横っちょ、浴槽の横っちょに座って、うん、扉開けてとかっていうのもやるし、サウナ感覚みたいなこと。あ、扉開けちゃうんだ、うん、扉も開けて涼しくしてみたいな。で、まあ水も持っていくし、だいぶゆっくり入るね。それは俺湯船好きなのよ。お、それはすごいな。うん、そうだね。そうだからできれば湯船入る。なるほどね。うん、うん、続きまして一皮むけたヤマンドラゴラさんです。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今週のテーマはどっちかですが、どっちですが、働き方改革でたびたび話題に上がる週休3日制について、実現することによる業務や給料への影響は一旦考えないとして、うん、月曜か金曜に採用されて3連休になるのと、うん、水曜に採用されて平日が必ず休み前か休み明けになる、だとどっちがいいですか。うわ、なるほど、真ん中かか、真ん中か、月か働いて水曜休みで金、司令土日、うわ、あのさ、うん、就職とバイトだとまたちょっと変わってこない。まあ就職でいいんじゃない。就職、うん、まあ就職だったらやっぱなんだかんだ連休の方がいいかな。俺もそっち派っすかね。なんだかんだ言って3連休はやっぱでかいよね。うん、3連休はしっかり休める感あるね。うん、そうな。だからそこでリセットできるかの問題もあるんだけど、まあまあ確かに行きたくないなとかになっちゃう
可能性があったりするとちょっと怖いけど、水曜休みになると火曜の夜めっちゃ夜更かししてみたいな。はいはいはい、水曜行ってで 木曜がやべえことになるみたいな。そうなんだよね。でまた金曜夜更かししてみたいので、なんかぐちゃぐちゃになりそうな気がするんだよ。ああ休みがね一日だとねやっぱリセットされないんだよな。そうだね、なんかその一日ってなんかさ、うん、もったいないみたいな、うん、なんかしないといけないのかとか、なんかそういう気持ちになっちゃって変な感じに過ごしちゃいそう。そうね、そうなんだよね、うん、水曜日に一番嫌だよな。確かに学校とかもそうだけど、まあ、真ん中は嫌だよね。真ん中は早く終わってほしいさ、すごいから。そうだからバイトだったら水曜日の方がいいかも。はいはいはい。ああ。その学生の時とかだったら、そうだね、土日休んで水曜もバイトがないとか、うん、の方がいいか。学校の授業とかだったら水曜休みとか最高に良い。最高だね、うん、最高だわ。やっぱ2日行って1日休んで2日行って2日休んでとかっていう、うん、スケジュールはいい。難しい問題だ。まあでも3連休はなんだかんだやっぱ3連休は使い方がより広がるからな、幅が、うん、そうだ ね旅行にも行けちゃう、ね、1日休んで2日分使えるとかっていうのができたりする、うん、いいよ。どうなんだろうね、実際に週休3日制とかどうなんだろうな。どうなんだろう、分かんないな。まあいろいろね、いろいろ考えちゃうとまた難しい、そうだ、部分になるかもしれない。その分他で補わなきゃいけない。そう。続きまして、スイミーさん、女性の方。はい。はい。ドンさん、ペさん、テトさん、こんばんは。こんばんは。今週のテーマはあなたはどっち派ですが、お三方の世代なら学生時代一度は聞かれてであろう質問について伺っていればと思います。うん、それは。ラルク派、グレイ派、どっち？あこれは俺はあんま聞かれたことないけど、なんかあるんだこういう、まあ、同時期にね活躍、まあそうだね、バンドだからね。いや、そうだね、俺はラルク派なんのかな。まあ、この人的にはペイさんはラルク派確定だと思いますが、ヘトさんは俺にボーイを歌われるのでグレイ派ボーイを歌うから、ドンさんはインディーズ時代の曲を歌っていたのでグレイ派ではないかと推測した。あ、まあそうだね、ラルクあんま俺通ってないんですよ。はい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 。で別になんか派閥とかそういうんじゃなくて、単純に通んなかったんでね、そんなに。なるほど、うん、だからまあグレーかなっていう感じですね。いや俺もグレー好きですよ、うん、俺もグレーはもちろん好き、うん、なんだけど、どっちかといえばまあそう、テッドさん決める。ラルクはね、本当初期も初期めちゃくちゃ聞いてたんだよね、うん、ああそうなんだ。そう、ブルーリーアイズとかそういう時とか。あ、そっちね。そう、すごい聞いてて、はいはい。で途中からグレーになって、うん、たんだね、そう、ソウルラブとかピアソウル、はい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 。だからまあでも最終的に、まあ、グレイの方がよく聞いてたのかもしれない。どっちも好きだけど、うんかなって感じ。まあイメージはなんかグレイな感じはある、うん、そうだね。まあ真似とかもしてたからね。確かに動きの真似とかしてたね。確かに真似してた。うん、好きは好き、好きは好きだと。ああ、続きまして、アヘガをぶっかけたい隊長さんだと。すげえんだよ、はい、うん、すごい名前だね、相変わらず。皆さんお疲れ様です、ね、はい、お疲れ様です。今回のテーマですが、選択肢というより発想についてお聞かせ願います。発想、うん、皆さんは曲名でポイズンと言われた時誰が思い浮かびますか？おそらく布袋さんか反町さんの二択だと思います。おー、そうそうそう、なるほど、確かにそうだ、ね、確かにポイズン曲名、そうだね。あ、ほんと俺反町だったな、もう完全に。確かに、まあでも反町隆史が浮かんで、でもポイズン、確かにポイズンだ。ああ、なるほどね、うん、ああなるほどね、反町さんかな、まあ、どっちかといえば、ね、やっぱ、うん、そうでしょう。衝撃あったからね、すごいね。あった、そうね、あの曲なんか、なんだろうね、あの何とも言えない衝撃。なんでなんだろうね。うーんなんでなんだろう。別に悪い曲じゃない。いや悪い曲じゃない。そう、すげえいい曲なのにさ。うん、でもなんかなんだろうね、程よい感じというか。
そんなに超絶うまいっていう感じでもなかった。そうそうそう、じゃあ基本的に。でもなんかこうずっと残るというかね、うん、うん、あれは良かったんだろう。いいね、やっぱすごかったからね。なんだっけ、ドラマの名前忘れた。 GTO じゃない、その前の海のほら、あーボーイズ、なんちゃらボーイズ、なんだっけ、ビーチボーイズで合ってる、竹野内豊と、それ町隆と、ま、うん、マイクマッキー、マイクマッキー、広瀬出せる、海の中行っちゃうやつね、マイクマッキー出しちゃう、いなくなっちゃったじゃん、うん、途中で、あと亮、その歌は、ね、その歌はあれだよね、うん、フォーエバーラブでしょ、そうフォーエバーラブ、そうだ、そこからの流れがあっての GTO、うん、だったよね。はい、そっちが先だったっけ、ビーチボーイズが先だよね。あ、そうか、それでだから反町隆って鬼塚なんてできんのみたいな思った。そうかそこでも主題歌歌ってて、で、あ、今度のドラマでもう歌うんだ、でポイズンだったから、そうやっぱなんか乗ってた時ですよ、ね、乗ってたね、だいぶあの時は乗ってた、まあね、うん、あの時は本当ドラマすごかったからね、人気がね、うん、みんな多分テレビ世代だったからさ、どうしたって、うん、そうだね、ドラマ追っかけてたよね、やっぱりドラマは。堀町隆さんはだって20代前半の時でしょ、あれ。あ、そうだよ、うん、あれ、うん、そうなん、20代前半なのね、うん、24、5とかその辺なはずだから、かな、それはめちゃくちゃ渋かったよ、ね、すごいよね、これが。まあ、そう考えるとやっぱ反町隆史、パッて浮かぶのはまあ反町、まあそうですね、うん、言いたいことも言う、ね、そうだね、うん、続きましてホッケンビーさん、女性の方、はい、皆さんは宇宙と深海どちらに行ってみたいですか。うわ悩ましい、自分が行くという目線の話はあまりなかった、まあ、宇宙もね深海も話題に時々出てる、そうだね、費用や安全性は保証されているとして気にせずお答え、あ、なるほどね、ああでも宇宙かなやっぱり、これも宇宙かな、深海ってなんか周りが見えないイメージだから、うーん、宇宙ってさやっぱさ地球が見えたりするわけじゃん、やっぱり地球から出てくから、深海もでもまあ、うん、ね、時間とか考えちゃうとどうなんだろうなっていうのちょっと思っちゃうけど、時間？時間、なるほどね、あ、でも安全性は気にしないで、気にしないでいいんだよね、まあ宇宙か、これは宇宙、俺も宇宙かも、あ、宇宙かな、うん、先に宇宙かもなあ、なるほどね、うん、そうだね、うん、先に宇宙で次深海行って、うん、次深海案外宇宙と似てんだなみたいなこと言うと、うん、うん、そうだ、ね、うん、まあ宇宙からっていうのは分からなくはない、宇宙からだな、うん、やっぱ宇宙は見ときたいし、うん、行っときたいよね、うちら、まあ、行けなさそうだし、うん、行けないな、なんだかんだ、ね、まあ行けないだろうね結局、うん、死ぬまで宇宙は行けないと思うわ、うん、そうだ、あ、そういうこと考えるとまあ宇宙なのかな、だね、あ、深海はちょっとよく分からなさすぎるっていうのもあるかもしれない、うん、何が見えんのかとかいまいちピンとこない、はい、見えないんじゃないの、あれドラえもんのさ、なんだっけ、うん、海底祈願場みたいな感じで適応灯を使って、うん、あ、その周りがね本当に鮮明に見えて、周りがちょっと見えるとかだったら深海すげえ楽しそうだけど、確かに、そうで土もこう舞い上がらない本当に周りが見えるとかっていう世界でいけるんだったら全然ありそうだけど、なんかちょっとリアルに考えると、まあ、暗い狭いところでなんかサーチライトだけで、そうそう、でちっちゃい窓から見るみたいなイメージだから、うん、ちょっとね、うん、あら宇宙っていう感じしちゃう、そうだ、うん、かな、です。続きましてタートルズならミケランジェロさん、どうぞ。はい、トサンペさん、テツさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週のテーマはどちらですが、皆さんは電化製品などを購入した商品の説明書を読む派でしょうか、読まない派でしょうか。うーん。電化製品か。物に
によるんだけど。俺も物によるな。まるでわからんものとかだったらやっぱりちょっと読んどかないと。うん。っていうのはあるし。マジで物によるなそれ。でも一旦読まないで、うん、一旦出してみてみたいな。単接続してみたいなのはやっちゃうから。案外。ああ。そうね。接続までは一旦なんかちょっと電源はつけるのはあるかもしれないけど、うん、そこからまあどうするかな、見るか。最終的にこの機能何なんだろうというね、なんかのは読まないと分かんなかった。まだ。うん。そうね。うん、まあ、最近はこうウェブで読めたりするから。うん。ね、ね、ち見ちゃうと。そうね。まあ基本的には見るかな、でも。まあ、パラパラパラっとめくる、めくりはする、してる気がする。うん。パラッと、本当でもパラッとだな。うん。最初の2ページとかは見ないよ。うん。付属品とかの紹介とかは見ない、別に。そうだね。うん。こんな感じ。あんま見ないから、そう言われたら。一応ね。一応見るぐらいかな。一応さらっとぐらい。さらっと。続きまして、はい、ザックバランスさん。はい。ドンサンペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。私の質問は、RPG をやるならアタッカー職ですか、サポート職ですか。RPG をやるなら、うん。アタッカー側、要は火力出す側なのか、サポート回る側なのか。あ、MMO とかっていう話でもあると。うん。俺サポート好きだからサポートかな。俺アタッカーですかね。俺もサポート寄りなのかな。結構やってるとそうだよね。ドンさんがタンクとかやって、で、俺とか鉄塔さんがなんか回復とか魔法とかさ、後ろからみたいなイメージあるよね。うんうんうん。それこそオーバーウォッチとか分かりやすいけど。うんうんうん。まあまあサポートやって。ああそうだね。でも俺なんかオーバーウォッチだと珍しくなんかタンクとかやってしてた。ああ。基本は、うん。基本はやっぱサポートしたいっていう感じある。うんうん。はい。続きまして、おい、ジンフィーバーさんなんですよ。はい。今週のテーマどっち派ですが、ゲーム好きの3人にお聞きしたいのは、うん、RPG ロールプレイングゲームなどをプレイする際に、うん、ダンジョン前に町周辺でレベル上げする派か、とりあえず1回ダンジョンに入ってみる派か、どっちですか。あ、入ってみる派だね。あ、俺周りやっちゃうんだよね。俺はその町でもし売って、まあ、ドラクエとかだったらあれだけど、うん、その町で売っている武器防具を全員に行き渡らせるまで貯めてから行くみたいな感じ。ああ、そう。で、なんかとりあえず行って戻れないとかっていうのが俺一番ダメで、 RPG で。ああ、イベントが進んじゃってみたいな。そう。だから FF とかでありがちだよね。そう。手に入らないものが存在する RPG が苦手で、ここまで行っちゃうと、そう。それがだからなんかそれを知っちゃうと萎えちゃうみたいな。はいはい。それでだから周りを見てるんだけど、その周りを見すぎて疲れちゃうみたいなのもあるから、だから俺 RPG 続かないんだよ。だからそう、だからもうその辺はよくドンさんみたいに、じゃあとりあえず行っちゃおうみたいな気持ちになりたいの、RPG で。はいはい。あ、まあでもその今のあれだとレベル上げるか上げないかの話で言うなら、俺は先に入ってそのレベル一旦味わってくるみたいな。味わって、あ、無理そうだなってなったらレベル上げる派。ああ、はいはいはい。レベル探索とかはまたちょっと別かな。だから街の周りの敵の強さでなんとなく判断するじゃん。うんうんうん、うん、あ、ここの周りちょっと強えな。うん。だからやっぱレベル上げちゃってるのかな。結局同時並行的にレベルも上げてんだろうな、揃えそうね。なんか楽に楽に行きたいみたいなのはあるよね。そうだね。うん、ひねるように倒したい気持ちがあるかもしれない。いや、それをだから FF8 の時にマジボコボコにしようと思って、早い段階で100にしたらなんか敵も上がる、敵もその自分のレベルによって強さが変わるみたいなシステムになってるの知らないで。あー、そうだったね。そう、それでなんか上げても上げても敵が強いみたいな。そう、4枚組かなんかで 2枚組の最初ぐらいで俺レベル100にして、それでやったら全然敵強くてやめちゃったっていうのもあった。なるほどね。最近もあんのか。続きまして、人生テニュアトラックさん、女性の方。はい、はい。
皆さんこんばんは。こんばんは。どっち派について問いたいのはアナログ時計派かデジタル時計派かです。アナログ。私は断然アナログ時計派で、小学校から教室にあるので慣れていますし、時間の量がアナログ時計の方が視覚的に分かりやすいと思ってしまいます。ちなみに海外ではデジタルが多くて、アメリカなどではアナログの時計が読めない人たちが増えているようです。どうだろう。でもサッと入ってくるのはやっぱデジタルなんだよなっていう気はする。今もデジタルだ。そうね、分かりやすさで言うとアナログもまあいいけどね、そのなんとなく分かりづらい時間みたいなさ、なんか4時37分ぐらいのなんかどっちなんだみたいになっちゃう瞬間とか、5時じゃないのか4時かみたいな、何分だみたいなのになっちゃう。まあちょっと曖昧というかね。そうだからまあああいう時にね、デジタルだったらもう確定だもん。それこそ最近アプリとかでもさ、なんていうの、要は乗り換え案内とかがもう結構しっかりしてるからさ、より正確に時間が分かっとかないと乗り過ごしちゃったりとかがある気がする。だからなんかデジタルになっちゃってる気がするな。まあ見る機会多いしな、携帯とか。まあそうだな、携帯とか考えるとやっぱデジタルか。そう。え、2人は？Apple Watchはちょっとでもアナログっぽい文字盤になってるの。アナログにしてる？アナログの文字盤の上になんかデジタルでしょ。デジタルだぜ。俺もそうだ。そう。そう。でも多分アナログはあんま見てない。結局デジタルだよね。そう。デザインだよね。デザインでアナログにしてるけど、結局デジタルのところ見て、判断してる。やっぱそう考えるとデジタルなのかな。アナログの何ある家に？アナログ時計。あるよ。もうない。あ、ある。あ、目覚ましとか？あ、もうそうだし、リビングにとか。壁掛け時計とかか。そうそうそう。壁掛け時計はアナログでもいいよね。アナログです。アナログがいいよね。デザインもいいし。そうだね。そうだからまあ実家にはあるけど、もうさ、そうだ、俺も実家にはあるわ。家にはないからさ。あんまだからもう見る機会がないよね。ない。アナログね。アナログはなくなった。壁掛けはアナログだな。壁掛けは確かに。そうだね。デザインもいろんなさ、飛んだいっぱいあるもんね、おしゃれな。そうある。逆にデジタルだとちょっとやっぱ味気ないっていうか。そうね。ほんと時計です。それ以外の機能ないですみたいなのが多い。光ってもらわないとダメだね。やっぱ。そうだね。光ってもらわないと。置くんであればね。俺一時期ドンキホーテでさ、青く光るデジタル時計を、青く光るデジタル時計、そう、もう文字が青く光るデジタル時計を部屋に置いてたっていうか、もうかけてたの。もう夜がさ、もう眩しくて、光り続けてしまうのか。大変よ。なるほど。そう、今のはだからもしかしたら暗くなったら暗くなるみたいな、自動でありそうだね、そういうのね。あるかもしんないけど、もう昔のなんかちょっとさ、おしゃれに行きたいであろうみたいなのがドンキホーテに売ってたから、それ行ってみたらもう真っ青よ。ああ、それはちょっと嫌だな。そう、だからやっぱ壁掛けはね、アナログがいいと思う。なるほど。古い家とか行くとカチッってなって、あーあね、たまにね、1秒ずつ動くやつね。ほんとボーンってなるのも昔あったしな。あったね、時間になるとね。鳩時計ってわけじゃないけどね。そうそう、なんか、なんだあれ、下にさ、こう揺れてる振り子みたいな。屋敷民にありそうな感じね。バイオハザード、あれなんつうの、振り子時計って、あれ、あれ何時計つうの。ノッポの古時計、大きなノッポの古時計だよね。そう、柱時計か。ああいうのもいいっちゃいい。まあいっちゃう。音が気になっちゃったらちょっとかな。ではラスト。はいはい。プルプルお三十歳の方。はいはい。お三方こんばんは。こんばんは。今週のテーマはどっち派ということですが、皆さんは洋画を見るときに字幕と吹き替えどちらで見ますか。いや、来ましたね。まあ字幕が多い。字幕です。基本字幕。でも俺も最近ちょっと字幕になってんの。おお。
そう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 、吹き替え派じゃなかったっけ。俺は圧倒的に吹き替えだったの、ね、マーベルも最初はね、あの吹き替えで全部見せたけど、うん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 、2回目のマーベルの時は字幕だし、うんうん、その後、まあ、今年ちょっと いろいろ映画見ようって言ったやつも全部今んとこ字幕。おお、そうなの。なんで字幕にしたの？慣れちゃった。うん、そのマーベルの時に慣れたっていうのはある。うん、別になんかだからって吹き替えで見るのが嫌だってわけじゃん。うんうんうん、あのマリオは吹き替えで見たし。はい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 。そうだから別にだけど吹き替えじゃなく字幕でもなんかあんまり気にならずに字が見れるようになった、だから慣れたっていうことだと思う。うん、ああなるほどね。うん、そうな、変わっちゃったよ。作品によりけりだけど、うんうんうん、字幕が多いかな。もう字幕が多いかな、まあ、吹き替えがないとかももちろんあるし、うん、映画館とか行って吹き替えがなかった、そうだね、よくあるしな。はいはい、そんなもんかな。うん、というわけで皆さんいろいろ送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。なかなか面白かった。面白かった。面白いですね。では普通のお便りをいくつか紹介させていただきましょう。はい、ありがとうございます。おちょころさん、女性の方。はいはい、ドンさん、ペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回お便りしたのは前回の雑談で話題に上がった退職代行について実際に目撃したのでお便りしました。ほう、ほう、おお、さっきもちょっと話題出しちゃったね。勤めてる会社は小さいながらも業績右肩上がりで将来有望な金属加工の会社です。はいはいはい。私は、昨年3月に広報 SNS 運営や動画作成として入社しました。うんうん、仕事にも慣れてきた、昨年の冬、勤務中に1本の電話、他の事務員さんが出られたのですが、よく聞くと退職代行の会社からの電話でした。おう、そちらにお勤めの、うん、そちらにお勤めの〇〇さんが退職したいとのことで代行で手続きを行うことになりましたとのことで、ほう、退職に関わ る、ね、全ての手続きは本人は介さず担当の方とやり取りしてくれという。へえ、なるほど、すげえな。長年勤めている社員さんや社長も初めてのことで戸惑いつつも、さまざまな手続きを代行の方と行うことに。ああ、代行の人、まあ、社長はまあちょっと落ち込みましたと、まあ、いろいろ可愛がってたつもりだったまあ確かにね、びっくりするよね。残ってる側からすると確かにまあちょっとびっくりしちゃうよね。うん、うん、そんなこんなで私の知らないところであらかたの手続きは終わったようで、そんな出来事も忘れていた頃、ある日フラッと本人が会社に来ました。うん、雇用保険の関係の書類を受け取るついでにロッカーの荷物を持って帰るとのことでしたが、私は内心、はい、来れるんだなとちょっと笑ってしまいましたそこで来るんだ、ね、確かにそこで来るのすげえな。代行できない部分、持ち帰るとかはさすがに代行できないのか。はあ、だよね。いや、さすがにだって知らん人だもんね。行くしかないって感じだったんだ。余談ですが、最初に代行会社から電話がかかってきた時にこっそり会社名で調べてみましたが、代行1回の価格は3万円からとなってました。あ、でもそんなもんでいけるの？でも3万どうなんだ、まあ、まあどうなんだろう、わかんねえ。まあでも、うん、カラっちゅうのは何なんだろう、何のなんか何回やり取りをするか、なんかあるのかな、何のオプションなんだろうな。オプションがそうそうそのオプション何なんだろう。より丁寧にお伝えしますと。いや、普通に丁寧にしてほしいけどなちょっと向こうにもなんかこう悪いようにしませんというかさ、なんかいい印象を与えて終わりますモードみたいな。やだなんかさ、デフォルトしな、そうだよ、それ全部落ち込んでおりましてみたいな、やってくれるみたいな、ね、これは全部つけてほしいだからそれがお金かかんだよ。あ、そう、へえ、まあでもそうか、なるほどね。そう、じゃあだからやっぱちゃんとあるし、実際かかってくることもある、うん、なるほどね。あ、すごいね、すごいね、社長やだろうな。まあね、ちっちゃい会社だったらねまあそうだ ね、ちっちゃい会社で人手も少ないとかになってくるとちょっとってなっちゃいそうだね。ね、でもまあ辞める方側からするとまあそうだね、なんかもうやっぱ会いたくないっていうか、まあね、もう辞めたいっていう気持ちが先行してるから、もう止められたりするの、そうだね、やだし、気楽だしな、うん、っていう気持ちもまあわかるから、そうそうそう、気持ちがついてないともうしょうがないもんな。うん、うん、そう、
理由は様々だろうしな、多分な、やめるみたいな、ね、続きまして、シティボーイたかしさん、男性の方、はい、ドンさん、ペサテトさん、こんばんは。こんばんは。シティボーイたかしだぜ。ああ、そういうタイプ。なるほど。今回が気になったことがあったのでお便りさせていただきました。はい、最初のリスナーにはおデブちゃんという感じの人が多いように思いますが、まあ、メールがね、そういうのメールだよね、うん、3人、3方はちゃんと理解できてますかと。今からおデブちゃんあるあるを言うので、これを聞いてちゃんと理解してあげてくださいだぜ。ってことは、ね、この人のこいつがそうなのかな、デブなのかな。おデブちゃんなんだね。おデブちゃん、まずヒートテックを持っていない。冬でもエアリス。ああ、なるほどね。必要ないのか。なるほど、うん、逆にだからその通気性を良くするために冬でもエアリズム着てますよ。ああ。マジ？マジ？冬でも？本当か？エアリズムって汗かくからってこと結局。それでやっぱ共通でなの？お前でだけだろ。俺持ってるっていう人もいるよ。持ってるって言ってる人はイコールだからな。気をつけろ。だろ。え、デブでもね、やっぱ寒がりはいるだろ。寒いだろ。ねえ。でもだからレベル段階があるからな、なんか多分、あ、まあ、はいはいはい、ある程度を超えると発熱しだすのかもしれないから。かあーミートテックってコメントが出てますけど、ミートテック ね、 自分でね。あとハンカチがでかい。どういうこと、どういうこと、タオル折れる。あ、普通のちっちゃいハンカチだと思う。だから、うん、収まりきらん。だから正方形にしたってでかいのかな。まあ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 、ちょっとバンダナぐらいのサイズ。俺だって本当にね、あのポケットにさ、ちょっと畳んで入れれるのをたまに持つぐらいじゃん。うん、ちっちゃいね。本当ちっちゃいハンドタオルとかもあるし。うん、そうそう、ハンドタオルだね。そう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 。それじゃ収まんないのか。でかいかな。確かにタオル持ってる人のはよく見るな。よく見るね。うん。首にかけてるもん。うん、かけてる。そうだね。あとデパートや映画館などの商業施設にたまにある便器と床に隙間がある浮いているタイプのトイレが座るときちょっと怖い。あるね。たまにあるね、確かに。おしゃれなやつ、おしゃれな便器、あれが怖い。なるほど。自重でやっちまうかもって不安になるってことだな。バキってなるかもしれないと。なるほどね。どうですか、少しは理解できましたかと。まだほんの一部なので、また聞きたくなる頃にまた来るぜ。じゃばいビーだってさ。元気でいいな。なんだっけ、シティボーイ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 高志。よかった。続きまして、小食デブの嫁。いや来た。あ、でもデブの嫁だから、嫁だから、よかった。嫁だからデブじゃん。危ね危ね危ね。女性。なるほど。うん。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんは世の3歳児がどれぐらいのこと話ができるか、気になっていますね。なんか前そんな話した時に多分作ってたね。うん、はいはい、3歳はどのぐらいなんだみたいな。確かに、うん。くしくも2月2日に、3歳になった玉のような我が子。あれ、同じ誕生日だ。あ、そうだね。ご紹介しますのでご参照ください。うん、まず日常のコミュニケーションを取れます。お、いいお天気、お水飲む、おしっこしたいといったことは言うと。おお、うん、意思を伝えれるんだ。うん、我が子は天才なので、老齢の男性を指差し、おちんちんのある人という。おい、教えてんな。うん、ゴブ狩りの少年に対してはタコさんウインナーみたいと鋭い一言を発信。やってるね。もう例えてんだ。もう例えてる。案外幼児はこっちが何を言ってるかも分かっておりますので、もし皆さんがお子さんと関わることがあれば、どうぞ真摯に会話をし、ご丁寧に答えをくださいと。なるほどね。でもちゃんと分かるんだよと。3歳ぐらいだったらもう、3歳だともうそうなんだ。うん、そうですね。なるほどね。続きまして、はい、ソラミエは30歳の方。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私はなぜか知らない人によく話しかけられます。ほう、中でも道を尋ねられることが一番多いのですが、前を通りかかったタイミングで声をかけられるのではなく、離れたところから私の方へまっすぐ向かってきて聞いてきます。うん、知らない人が自分の顔を見ながら近づいてくるのは少し怖かったりしますが、それも随分慣れました。うん、私が話しかけられやすいと自覚したのは、友人とライブハウスに出かけたと。外で会場を待ってると、これは整理番号順に並んでるんですかと女性に声をかけられ、友人の方を見てなかったので、入場の時に番号で呼ばれるので適当に並んでるんですよと私が。
そこから10分も経たないうちに別の女性に同じような質問をされ、やはり、私に聞いてきました。この日まではなんとなく話しかけられるのかなと思ってましたが、やはり数百人いる中で立て続けに聞かれたことで私はそういう人なんだと確信しました。なるほど。なんだろう。皆さんは知らない人に声をかけるときはどこを見て判断しますか。なぜ私がやるのか参考にしてください。知らない人による声かけることほぼない。俺も声かけることないわ。まあ、結構前によく声かけられるなって思ったタイミングがあったらもう20年ぐらい前だけど、なんかよく外国の人に声かけられて何かを聞かれるっていうのはよくあったな。あ、本当。まあ、たまたまなのかなっていう感じも思ったけど、理由はよく分かんなかった。目がね、こっちからその例えば鉄塔さんからやっぱさ、あ、外国の人だって目合っちゃったりするとさ、あ、いけるなって思われそうではあるよね。まあまあまあ、そうだけどね。雰囲気とかもなんかひょっとしたらさ、確かにね、 あるんだろうな。まあ、ほんと声かけたら多分解決するんだろうけど、かけられないんだよな、なんか。あ、何か聞きたい時。そう、聞きたい時とか、はい、なんか例えば店員さんにも聞きゃいい時とかも、なんか、いや、ちょっとなんかあれかなみたいな。あ、ほんと。そう、しばらくちょっと孫ついちゃう。いいかなとか。あ、でも分かる分かる。俺もその聞きゃどこにあるか分かんない時とか、聞きゃ一発だろうけど。なるほど。俺すぐ聞いちゃうな。あ、いや、そっちの方がね、絶対いいと思う。絶対いいよ。一旦やっぱ回るもんね。そう、薬屋。回る。2週ぐらいして、いや、わかんねえってなった時にもう最後、なかったら、すいません、あれどこにありますかって聞いて、後ろにありますよって言われる。なるほどね。そうなんだよね。なんか気使っちゃうんだよな、あれ。俺はもうめんどくせってなって、俺自分で探すの。聞く。そっちの方が時短だから。いや、いい時短だからいい。で、聞いたところの目の前にあったりする。そうそうそう。まあ、そういう。なんであれ目の前なんだろうな。あれな。そう。マジで。なんでも見えてねえんだろう。でも、こちらですとか言って。たまにさ、見つけれるわけねえじゃんっていうとこにあったりもすんの。まあ、あるね。そう、ここにありますよって言われて、ここは一回も行ったことねえわみたいなとこにあったりもするから、やっぱそうすると、まあ、聞かなかったら絶対無理だったみたいな後悔はある。そうね。続きまして、スイスさん、男性の方。はい。最初の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。早速ですが、皆さんにご相談があります。はい。去年実家から出て初めての一人暮らしを始めました。うん。会社から近くて設備も整っていて申し分ないんですが、何せ家賃が高いです。はいはいはい。暮らし始めて1年が経ちますが、じわじわと貯金が削れていくのを感じます。あ、切り崩れて、ちょっとずつちょっとずつね。決めた時はなんとかなるだろうと勢いで引っ越したんですが、このままでは維持ができなさそうと思い、今年中には家賃がもう少し安いところへ引っ越そうかと考えています。周りに相談したところ、早く出てった方がいい、引っ越し貧乏だ、早く出た方がいいという意見だったり、引っ越し貧乏になるから節約してお金を貯めてからにしたらなど、さまざまな意見。なるほどね。むずいね。たった1年で引っ越すというのはやめた方がいいのでしょうかということで。いや、精神的に辛くない、その減っていく状態で。切り崩すね、ストレス半端ないからね。お金のそのね、ストレスって結構なもんだからね。でも引っ越しってお金かかる、お金と手間がお金かかるよね。かかりますね。そうなんだよね。そこ考えると、いや、でもまあ結局増えねえからな。そう、結局増えねえからな。そうなんだよ。そうね、貯金減っちゃうって、貯金減っちゃうのきついね。不安になってくよね。どんどん不安になると思う。マジで毎日が不安だよな。もうそうで、俺もだってゼロになった時あったからな。ニート時代は本当にゼロになるまで。そうよ。ああ、なるほど。結局合ってないってことだからね。その家のと自分の環境が合ってないってことになっちゃうから、なんか3分の1みたいな話だっけ。遅かれ早かれ出てくことになる気がするんだよね。だね。だったら早い方がいいんだよね。いや、体力使うんだよな、引っ越し。本当に軽く、じゃあ一回ちょっとちっちゃめのやつ行って、それでお金貯まったら、まあ自分のその3分の1ぐらいのところに引っ越そうとかっていうのが多分一番なんだろうけど、うん、ちょっと体力使うんだよ。使うね。まあまあ
お金もかかるしね。そう、まあでも結局引っ越した方がいいと思うね。いや今そう、その状態はたら引っ越しできなくなっちゃうから。本当にそうだ、引っ越せる時に引っ越した方がいいよ。引っ越せる時に引っ越した方がいいよ。今だね、今です。でも大丈夫なもんなんかね。に一応なんか2年契約とかじゃん大体のとこって。まあ、契約によるんじゃないのかな。1年どうなんだろうね。2年超えりゃまあタイミングはあれだろうけどさ、うん、2年経たないとなんか発生したりするのかな。そう、なんとか費が戻ってくるだろう、戻ってこないだろう。そう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 、わかんない。なんか発生するよね。うん、ああその辺がどういう契約なのかとか、あんま法がわかんないからわかんないけど、そのぐらいかな。くなるよりはマシな気がするわ。そうだね、俺もそう思うかな。う、ね、うん、あるうちだよね。だから本当にあるうち。いやマジで亡くなった時も本当に。いやそう、亡くなってちゃう。亡くなってって。いややべえ、引っ越せねえってなった時の絶望感やばいよね多分。もうね、どうしようもないもんね。どうしようもないよね。ね、それでまたね、うん、どんどんマイナスになっていくんだったら、借金しなきゃってなったらもっと多分苦しくなるはずだから。そうだね、うん、早め、ね、ここは行かない方がいいかな、ね、早め早め、うん、うん、で溜まるところに一旦逃げよう。うん、ではハヤテルスをちょっと紹介します。よろしくお願いいたします。ハヤテルスとは皆さんの周りで流行り始めているものを紹介してもらうというコーナーでございます。はい、イタリア代表3男性の方。はい、はい、最初皆さんボンジョルノ、お久しぶりです。はい、イタリア代表です。はい、私は以前空港からの高速バスでたまたまロシア帰りの鉄塔さんと遭遇したオペラ歌手です。ああ、なんか懐かしい。いましたね。いましたね。はい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 。これがまだ仰天っていうね、和太鼓チームの時に帰り空港でなんかバス長距離バスなんかリアルタイムでメールが来たとかって話だった。そう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 。なんか来て今乗ってますかみたいな。オペラやってるんですよ。ちょっと話した気がするなと思います。うん、なんかあの雑談で話してたよね。話した話した。もうでも5、6年相当前だよ。結構前だね。うん、私は現在イタリアから完全帰国し、うん、関東の某音楽大学で講師をしながらオペラ歌手として活動しています。わ、すごい。4月から新年度を迎え、新1年生が入学してきたと同時に、学生たちのとある仕草が、異様に目につくようになったので聞いていただければと思います。はい。うん、先日授業前にいわゆるギャルっぽい学生に「おう元気か?」と何気なく聞いたところ、うん、何も言わず真顔でピースをしながら、うん、人差し指と中指を 2,3 回ほど折る仕草をしたのです。ああ、うん、ちょんちょんちょん。私は「おおそうかそうかそうか」と言ったものの内心元気なのか元気じゃないのかどっちなんだと思いました。また別ギャルっぽい学生、別のギャルっぽい学生と校内でなんてギャルっぽいの多いな、なんか、うん、ね、すれ違ったところ同じように調子を聞いたところまた同じ反応をされました。しかも今度は両手、これは一体何なのでしょうか。私と会話をしたくなくてあしらってるのか、それともギャルの子たちの中では普通の動作なのか、同じように僕もピースをして返せばよかったのか、そもそも調子を聞くのはジジイなのか、バイトのことよろしくお願いします。あーオースティンパワーズのやつ。レイ、そうなの。なんか外国のだとなんか強調するじゃないけど、うん、二重鍵括弧みたいなので使ったりするんじゃない、こういうの。あ、そうなの。両手でこうちょんちょんってやるのが、例えば、はいはいはい、彼女と私は友達ですって普通に言った時は普通の友達なんだけど、うん、彼女と私はでこうちょんってやって友達ですちょんってやった場合は、うん、ちょっと皮肉というか、あ、そういう意味があるみたいな感じのニュアンスのやつ。じゃちょんちょんってやるとじゃない、元気じゃないってことなの。いや、だそれがギャルがやってるのがそれなのかが分かる、うん。ああ、なるほどね。へえ。その仕草はなんかイメージはできる。うん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 。何なんだろうねこれね。確かに何なんだろうこれ。何なんだろう、ギャルは何でやって、なんか流行ってるってことなのかな。誰かが流行らせたのかな。みちょぱが流行らせたのかな。みちょぱ、今みちょぱしか出てこないんだけど、俺そういう他にもいるか。いやもう TikTok とかの世界だと思う。そのさ、日本じゃないじゃん、もう韓国のアイドルの人がやってるとか ね踊りの振り付けでやってるとか、なんかそういうところから流行るじゃん。ああ、うん、どうなんだろうね。だからそういうので流行っ、わかんないね。わかんない。ちらに答えが出るわけねえだろ。まず出ないよね。どこに質問してんだ。うん、でもまあ、でも講師やってんだ今。ちょっと教えてほしいです。うん。仕草が何なの。
へえ、もうまあいいっすよみたいな感じなんかな。どうなんだろうね。まあまあ、意味あんのかな。意味、だって言わないんだよね。何も言わずに元気があったらちょんちょん。わかんないよね。ちょんちょんってやって終わりだよ。マジで意味わかんないね。うん、マジでわかんないね。どうする、なんか個別の喋んじゃねえと殺すぞみたいな。うわ、怖すぎる。ピースなのに、ピースをだからなんかこうやることに。ああ。反対の意味になるもん。殺すぞ。うん、怖いね。ああ。はい、まあわかんないです。わかんない。何もわかんないで。うん、されたことないし。ではマメちゃんいきます。はい。マメちゃんとは皆さんが知ってる豆知識を教えてもらうというコーナーですが、合ってるかどうか分かんないので、気になった方は自分で調べてください。はい。はい。フォースと共にアランを渡した女性の方。はい。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。以前 X で見かけたのですが、うん、日本人の目と外国人の目で見える明るさが違うそうです。ほう。へえ。正確には日本人に多い茶色、多い茶色い濃い目と青や緑といった薄い目の違い。見かけた X のポストでは薄い色の目の方は焚き火の明るさで本が読めるそう。海外のホテルなどで照明が暗くなっているのはムードを作るためではなく、その明るさでも十分に見えているからとか。逆に昼の日差しなどは眩しすぎてしまうらしく、冬でもサングラスをかける方が多いそう。海外のゲームの画面が暗く設定されているのはその暗さで見えているからなのかなと思ったりもしている。あ、何やっぱその眼球の色でやっぱ変わってんだ。いや、どうなんだろう。どうなんだろう。まあでもそんなフィルターどう、あ、そうなのかな。あ、からだから妖芸は暗い。あ、まあちょっとね、ダークなあるよね。本当かどうかは分かんないけど、あ、説得力感じちゃうけど、ね。まあ確かに、確かにな、ね、みたいな。暗いなってなるよね。言われてみれば、まあ、ちょっとわかんない。ちょっとわかんない、ね、実際どうなのかはまあわかりませんけど。でもまあ目の色が違うだったらなんか違いそうな気もしちゃうね、なんとなくね。うん、そうね。どうなんでしょうか。わかりません。へえ。いや、なかなか。続きまして、日本語って面白いさん、女性の方。はいはい。トーサンペサテトさんこんばんは。こんばんは。突然ですがおさん。人さん、ご飯を食べるとゆっくり言ってみてください。ご飯を食べる。ご飯を食べる。今、和音のボボどうやって発音しました。ご飯を。ご飯を。ボボ。私は長野県出身なんですが、ボを W-O をと発音しています。うん。一方で関西出身の知り合いは皆おの発音をしています。ご飯を食べる。ああ。調べてみたところ、おの発音が一般的で、ぼの発音は方言として残ってる地域があるそう。え、そうなの？方言だの？おっていうの？通話じゃない。ご飯を、ご飯を食べる。ご飯を食べる。言いづら。ご飯を食べる。あ、でも早く言えば、流れるように言えばおだね。ご飯を食べる。あ、ご飯を食べる。あ、ご飯を食べる。自分が当たり前のようにしていた発音が一般的ではないことを知り、とても面白かったので皆さんにも共有してみました。ご飯を食べる。ご飯を。ウォー。ウォー、ウォーだな。ご飯を食べる。ゆっくり言っちゃったらどうしてもウォーになっちゃった。ゆっくり言ったらウォーだね。ご飯を食べる。早くはウォーだな。ご飯を食べる。おー。はー。はー。へー。おが一般的なんだ。どうなんだろうね。ちなみに江戸後期からおとウォも王の発音に統一されていたものの、現代仮名遣いが制定される際に書き文字も王に統一される予定が、をは助詞として使用頻度が高くなくす抵抗が強いことから残された。あ、ね、王にする予定だったけど、まあ、をも一平あるからをでもいっかみたいな。だから発音としては一応王が正しいのではないかとこの人は言ってるね。まあその方がな、まあ、楽というかあれだなのかな。ご飯を食べる。へえ、なんかあんま気にしたことなかったけど、なるほどな。うん。なるほどです。なるほどな。うん。ウォ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 だけ言うと言いづれえな。ウォって。うん。そう。続きましてリーゼントベガさん、男性の方のモメちゃん。はい。最初の皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。雑談の第269回の放送にて、だいぶ前か。260。だいぶ前。無理無理だな。前ですね。角刈り純類さんが投稿されていた
ゴルフについてのマメちゃんに関してゴルフ歴1年のアマゴルファーベガが補足したいと思います。いつの補足しようとしてんの？もう4年ぐらい前の補足。すごいな。角刈りさんがおっしゃっていたバンカー砂場にカニがいた場合取り除けないというルール言ってたの？そういうマメちゃんが多分あったんだね。ほう、バンカーにカニがいたら取り除いてはいけないっていうのがマメちゃんとして多分あったんだ、その時あったんだ。まずカニといっても死骸を指しており生物というよりは物という扱いになっております。ちょこちょこ動いてるカニじゃないのなのかな。死んじゃってるカニは取り除けないってことなのかな。へえ。石や木の枝などと合わせてそれら自然物をルースインペディメントと呼ぶ。うんうん。しかし近頃はゴルフも近代化に歩み寄っており多少の堅苦しさから解放されつつあります。うん。今年の1月1日より新ルールになり先ほどのルーインペディメントも多くの場合は取り除けるようになりました。ああ、小枝とかあったらちょっと覗いていいよみたいな。はいはい。へえ、なるほどね。これで砂場遊びに来て悲しくも生き絶えてしまったカニを埋葬してあげることができるしたと。ただまあ正式な競技中にスロープレーをしていると罰せられることもあるかもしれないので注意。へえ、なるほどね。ちなみに生き物は動かせないので生きているカニやアリがいても撃つしかない。ああそうなんだ。そうなんだ。無罰ですがゴルフは紳士のスポーツ、摂取をしないに越したことはあります。また動物がボールを動かしたことが明らかで元の位置が分かる場合には無罰で元の位置に戻すことが可能。あ、そうなんだね。へえ、なるほど。なんだってさ、なんか細かなルールいろいろとあるらしい。なるほど。なんか言われてみればそんなこと聞いたような聞いてないような。ね、なんか言われてみればゴルフのそういうのになんかあったような気が、あったようなね。するっちゃする。もうそのレベルですわ。そのレベルで覚えてます。200何回はもう分かりませんわ。続きましてキヨスクとヨネスケを似ている30歳の方。はい。はい。以前の放送で賞味期限を過ぎた牛乳を飲んだら体調崩したうんぬんのお便りがあったと思いますが、うんうん、あったかな。皆さんも大人になってから牛乳を飲むとすぐお腹を壊す方がいるんではないかと思います。うん、聞くね、確かにね。うんうん。実はそれは乳糖不耐症という症状の可能性があります。牛乳や乳製品に含まれる乳糖ラクトースというものを分解するラクターゼという消化酸素が腸腸で不足したことが原因で起こる症状で、腹痛や下痢、おならなどが症状が主に出ます。子供の頃にお腹を壊されなかったのになぜ大人になると壊してしまうのかというと大人になるとそのラクターゼが減少するから。これよく聞きますね。なんか日本人に多いとかっていう話なんだっけ。それはなんか聞いたことある。日本人はそういう、ね、なんかそもそもあってねみたいな、ねえ、そういうことから子供の頃から牛乳などの乳製品を頻繁に取っていた人は大人になってもお腹を壊しに。だからあんま子供の頃飲んでなかった人はちょっと壊しやすくなっちゃった。どうなんだろう。俺結構取ってた方だと思うんだけど、でもやっぱ、まあ、乳製品あの何、なんつったらいいんだ、あの飲むヨーグルトとか飲むヨーグルトとかそんぐらいならいいんだけど、なんか牛乳は結構やっぱ壊しやすいね。コップ一杯とか飲もうとすると。そう、最近あんま飲んでないな、ちゃんと牛乳。俺も昔やっぱお腹痛くなるから飲みたくなかった。なんかだいたい朝にさ、学校行く前とかに飲んじゃったら終わりじゃん。はい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 。お腹痛くなる。俺めっちゃ飲んでたわ子供。俺もね飲んでた。牛乳はよく飲んでたな。牛乳とか、まあ、ヤクルトとかさ、はいはい、あの辺のはよく飲んでた。本当に背が大きくなると思ってたからなるほど、大きくなってほしいという思いがあったからめちゃめちゃ飲んでた。飲んでたけどやっぱ大人になってからはやっぱ牛乳はちょっと腹壊しやすいイメージはあるね。減少してるんだね多分。減少してるんですね。これはさ、もう無理なの、増やせないのね。ラクターゼ注射はできないの。飲み続けることによりなんかこう大丈夫になったらしないの。しないですかね。どうなんだろうね。わかんない。その復活させられるのかさせられないのかがちょっとよくわかんない。書いてない。うん。ダメなん。なるほど。へえ。なるほどね。うん。らしいですと。はい。と言っ
ったところで今週はこの辺りにしておこうかな。はい、はい、動画見てる方下ない、あ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 、動画見てる方下の方にあります番組説明概要欄すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかありますか。そうだ、先々週のあれで言えなかったけど、その仙台のお渡し会行ってきた時ってさ、はい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 、まあ、別にこれあれ特にあれなんだけど、いや、うん、お客さんで多かったのが、まあ、男性がまずめちゃくちゃ多かったの、すごい。はい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 、そうそう。でやっぱりその東京とか大阪でイベントやることが多いじゃん。だからなかなか行けないけど初めて来ましたっていう勢がめちゃくちゃ多くてさ、うん、もう本当10年ぐらい見てますみたいな。わあ嬉しいね。そうが、なんかでもここら辺に来てくれたのでようやく初めて来れましたみたいな人多く。なるほど。うん、そうだからなんか、ああそうなんだなって思った。結構確かに方にこう隠れてるという言い方もあれだけど。うん、そう、潜んでる人たちいるんだなみたいなのが多くて、ちょっと仙台はそうだよね。だって仙台もなんか行きたいねみたいな感じでイベントとかやりたいねみたいなのであれだったもんね、コロナとかになっちゃったりしたから。そうだね、行けたんだけどコロナ禍になっちゃってできなくなっちゃったんでね。そうなんだよ、ね、そうそうそう。いやだからなんかこういうなんかちょっとやっぱ地方でなんかやるっていうのも大事なんだなってちょっと思った。ね、そんな簡単に来れる人ばっかじゃないからね。そうなんだよね。結局なかなかやっぱ関東とも遠いからさ、うん、そういう人にとってはね。だからああそうなんだなっていうのちょっと強く感じたね。いやなるほど。いろんなとこ行きたいっすな、うん、そう考えると。はい、ね、はい、そんなところで。はい、はい、もう全部言ったね。オッケー。言った。それでは。三人称雑談第491回は以上となります、はい、また来週お会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。さようなら。